2024年5月12日、J1 リーグ第13節、東京ヴェルディ戦のスタメン予想をしていきたいと思います。動画の前にね、私の紹介をしましょう。太郎丸と申します。まあ、いつも通り、一時停止して見ていただければ幸いでございます。ということでね、早速ラインナップを見ようと思いますんで、Excel に移動しようと思います。はい、Excel です。こちらにね、スターティングラインナップが記されております。ゴールキーパー、早川。右から菅井、上田、関川、安西。ツボラチ、知念、佐野。右から三豊田、諸岡、樋口、藤井。センターフォワードに鈴木優真を予想しております。ベンチにおいて、ベンチはですね、梶川、能野、名護、チャブリッチ、仲間、土井、柿田でございます。まあ予想理由。まあなんでね、今までの4バックを変えたかっていうのを、いうところからなんですけど、やっぱりね、連戦のノは厳しそうかなっていうのがあって、まあ、連戦ではないですけど、今回の試合は、今後の連戦が結構来るんですよね。それを考えると、まあ、ノのところは菅井で変えてもいいんじゃないかなっていう気持ちもありつつ、菅井を選びました。まあ、ただ相手のね、東京ヴェルディのウィンガーまあ、サイドの選手、442だと思いますけど、4411かなかもしれないですけどね。結構特徴のあるドリブラーを置いてくることがあるんで、菅井で対応できるかっていうのは一つポイントになるかなとは思いますけれども、ひとまず、菅井を予想しております。で、ツーボランチ。本当はね、ここもね、ライコを入れるなりしたかったんですけども、ここはあえて変えずに、バランスを整えました。知念佐野に関しては、柴崎が戻って、どこかで連戦中でね、戻ってこれれば柴崎スタメンの試合があってもいいかもしれないですけど、まあ、まずはベンチからかなとは思いつつ、ただ、ね、連戦を考えると、知念佐野だけではどうしても厳しい局面は来るかなと思いますんで、まあ、どこかでライコが、スタメンに抜擢されるタイミングがあってもおかしくないかな、船橋とか、とは思ってます。で、右から、諸岡はですね、先週と一緒ですね、諸岡に関しては、ヴェルディ戦で使ってあげて、次の試合、チャブリッチと、仲間になるんじゃないかなっていうところで、諸岡を先発にしました。で、樋口も、ぶっちゃけ名護の方がトップ下いいんですけど、ひとまず、樋口を置いてみましたっていうのは、まあ、名護もね、出ずっぱりでは絶対、もともとね、そんなに体が強いタイプではなくて、連戦で戦っていけるかっていうと、あんまりそこまでではないと思いますんで、名護をあえてベンチに置いて、樋口をトップ下に置く。で、まあ、広島戦に万全の状態で臨みたいっていうのもあります。で、左藤井に関しても、まあ、仲間、を置きたい気持ちはあるんですけれども、藤井を置いてます。これも連戦対策です。まあ、どちらかというとね、今のベストメンバーとは、もう、皆さん分かってる通りです。伝説のスターティングメンバーが、今の現状の、ベストメンバーだと思います。そんな中でもベストメンバーで固めなくてもいい試合っていうのを作ってあげないと壊れちゃうんで、選手が。そこを考慮しての、ちょっと2列目と菅井を入れたというような感じですね。で、鈴木優真は、ね、変えてもいいかなと思ったんですけど、とりあえず60分ぐらいまでは引っ張って、ね、複数点リードしてれば柿田早めに投入がいいシナリオかなというふうに思います。ということで、一応ベンチのメンバーは、前節から繰り卒で入れ替えておるだけなので、藤井、樋口、諸岡は関係ない、菅井ですか、この3人に関しては、そのままベンチから引っこ抜いて、ベンチに座らせてるっていうようなイメージですね。まあ、基本は連戦が肝になってくるかなと思ってるんで、今回は。それ用のスタメンになってます。ということで、Excel から戻ってきました。予想理由ですね。まあ、中5日、柏レイソル戦、東京ヴェルディについて
まあ、変えられそうなところは変えてみたっていうだけの話っていうことですね。まあ、中5日から、中2日、3日、2日、14日間で5試合が組まれておりますということを考えると、まあ、中5日でだいぶ回復してきましたけど、相手も東京ヴェルディっていうことを考えると、気合は必要ですけど、別面で行くことかという気持ちもしてて、その後の広島戦の方がベストメンバーを組んでほしいっていう気持ちもあって、まあ2列目とサイドバックを入れ替えてるっていうところはあります。まあ日程も考えるとってことですね。ターンオーバー必須ですよね、この日程。14日間で5試合ですからね。まずはヴェルディ戦をどう乗り切るかっていう話になると思います。で、そう、14日間で5試合。何このクソ日程っていう私の感想もありますけど、まあ、あえて隠しておきます。はい。まあ、ヴェルディ戦をね、まずどう乗り切るか。ここはね、勝ちたいところですよ。勝ち点計算上。うちのチームとしては、勝ち点を計算する上で、落とせない相手であるのは間違いないと思います。で、その上で、柏戦。まあ、別面で、ね、臨んだ試合ですけれども、決して納得のできる内容ではないですけれども、それでも勝てたことが全てってことで、前半のうちに試合決められてたら、もう後半ボロボロでも、まあ、納得できたんですよ、私は。ただ、前半あれだけ押してて、前半で内容を決定できる試合だったのにもかかわらず、後半、最後の最後までパワーを出し切らないと、勝てなかったっていうところが、まあ私の納得できていない部分ではあります。で、東京ヴェルディについてですね、まあ直近5試合で2勝3分けです。まあただしですね、9試合負けなしの模様でございます。もう調子も悪くなさそうなんじゃないかなっていうのが直近回ですけど2連勝しております。はい、直近の試合、下位の2チームですけどね、2勝しております。林と染野がいます。染野はリーグ戦全試合先発中。林もリーグ戦全試合先発中。どちらも出場はできません。鹿島戦についてはできません。で、まあ、ここに変えられそうなところは変えてみたっていうのは、中5日、2日、云々っていう連戦ですよ。14日間で5試合ですよっていうところなんで、まあ、とりあえず初戦ではありますけど、この後の日程の詰まり方を考えてると、まあ、変えられそうなところは変えたというような予想理由になってます。まあ、変えても、まあ、それはね、変えるとベストメンバーに比べてバランスが悪くなるのは間違いないですけど、戦えなくないメンバーを先行したつもりではあります。で、注目選手、鈴木優磨を挙げました。まあ、前節はね、クオリティの高い動きをしていましたね。前半特にですね。で、決勝戦もアシストはしました。まあ困った時のね、預け先として、まあ常に浮いたポジションを取ってくれてたですし、まあゴール前にも迫ってましたし、名護がいるおかげで、ユーマンね、シュートチャンスっていうのはね、できてきたかなというふうに思います。ただ、まあ決定機、2本ありましたかね。両方とも外しました。まあ次は決めたいということで、鈴木優磨を注目選手に挙げさせていただきました。調子は悪くなさそうなんでね。まあもっと得点が欲しいところです。最後に、連勝街道まっしぐらだということで、まあなんとしても勝ってですね、4連勝いきたいところではあります。まあ前半戦結構落としたんでね、勝てる相手に落としたってことを考えると、ここで、まあ、ぜひともね、価値を拾いたいところはあります。まあ、チャンネル登録とね、高評価をよろしくお願いします。まあ、励みになりますので、ぜひともということで。はい、東京ヴェルディ戦の予想をしております。どうでしたか？私個人としては、まあ、鹿島がね、クラシックマッチということでね、銘打って試合をやっている以上、まあ、当然ね、意識せざるを得ない相手ではありますけれども、まあ、当時はね、川崎でしたし、ヴェルディも。まあ、別のチームだと思って、叩きのめすつもりで、鹿島は戦うだけじゃないですか。
まあ、そんなに今の選手たちは意識してないと思いますけど、サポーターはね、意識どうしてもすると思いますし、でも、鹿島としては、まあ、勝って上に登っていかなきゃいけない試合になるかなというふうに思います。ということで、予想でした。また、振り返りをやると思いますけれども、よろしくお願いします。さよなら、じゃあね。